続くニュースです。日会館に上が9月上旬で答えか。菅首相は日会幹事長を含む党役員人事を9月上旬に行う方針を固めました。日会幹事長は4年で37億円を受け取り、資金の流れは分かっていないことが報じられました。二階幹事長はこれで身を引くのですか？二階幹事長の拠点は和歌山県御坊市にあり、そこにいる息子に自分が接種されるのかどうかが注目されます。和歌山県民は二階さんのおかげで高速道路も伸びており、日本全国の二階部屋におとなしくなっています。